んにちは。じゃあ今日私パクだ。なんか新しい。何が新しい？いやなんか新しいな。お前なんか反応いいなやっぱ。やっぱちょっと戻ってきたあの時の感覚が。お前戻ってきた。よかった。やっぱさすがだ。ちょっとねリハビリ期間がちょっとねあの3時間ぐらいあれば。まあ老体に向き合ってんだ。いや向ってない向ってないまだまだいけますよまだ。なんか里崎に、うん、あの言われてたんだ。なんで？なんでそんな服着てんのって。ああそうなんですよ。なんか下着みたいなんで。私。あの日本のだ洋物が好きなんですよ。いわゆる和物より。で日本の雑誌とかってあんま読まなくて、ファッション雑誌、アメリカの歌手だったりとか俳優さん女優さんの雑誌とかインスタ見るのが好きなんで、そうすると必然的に。じゃあちょっと露出系になるよね。昔からだから豊さんとプロ野球ニュースやった頃からそんな露出だったもんな、うん、お前年とともにお前なんか露出が多くなってない。プロ野球ニュースやる前からもともとちょっとだから LA カジュアルとか好きなんですよ。ちょっとこう、上着こうあれして、うん、撮るんですか。いや、撮るんだよ、うん、お前この前さ、うん、コメントに、うん、お前の胸しか目がいかないとか書かれてたぞ、お前大丈夫か。本当ですか。じゃあ野球ボールがあるみたいな感じで、まあ、ドッジボールぐらいある多分あ、それはありがたいですけれども、うん、ジェイタカさん、今度こなんかこれでも今もうヘチマみたいになってなってない、タラチネじゃないから。そうタラチネじゃない、くるくるくるって丸められるから。そんなんじゃない。そうです、野球の話。あ、野球の話。もう野球の話するんです。まあ軽くこう入った方がいいじゃあ、ちょっと前説的なね、ジャブ的なね、そうそうそう感じでね。全然ガラッと話変わりますよね、変わっていいよ。いい。私がちっちゃい時、後楽園球場とか見に行ったりとかしてたんですよ。で、まあ後楽園はある時からまあ東京ドームに変わりとか、各球場、例えばリニューアルとかね、新しく、例えばマツダスタジアム、広島市民球場から、うん、ね、変わったりとか。西武ドームはね、そう。そのまま屋根つけて。そう。で、中が抜けてて、あそこ、冬に行くと、寒い。めちゃくちゃ寒くて、夏に行くと、めちゃめちゃ暑い。だから、あのインタビューとかで行くじゃないですか。もう汗だくだし、選手も、なんなら広報さんとかも汗だくだ。で冬は開幕戦とか3月じゃないですか、みんな震えながら。そうだよな日がないしな。そう、あれはね、あそこのマスコットがある、うん、マスコットはチアがあるか、チアがある、汗だくだよお前。いや本当だからね、東京ドームのチアと西武ドームのチアは多分消費カロリー違うと思いますよ。いやそれはね、バイト代はね、倍出してあげないと。本当そのぐらい、まあ、あんなニコニコしてらんないぞお前。裏でくっそ暑くて、でもね、こんなやつ走って帰って顔ニコニコしてるけどさ、うん、もう裏に入ったらええへ言ってるからな。本当だね、西武球場何回も行ってる方たちはもうね、ファンの方はもうお分かりだと思うんですけれども、選手としてあのドームってこっち使ってる。あのね、選手の時は屋根がなかった。あ、じゃあ全部もう空いてる状態だったんだ。じゃあ、いや快適快適快適でプレーもしやすかったですか。いい風も吹くしね。あ、そうなんだ。涼しい風も吹いてくれるし。そっかそっか。じゃあ、うん、豊さんの中では、あ、西武の球場はやりやすかった。悪いイメージはない。ない、うん、全然球場自体は全然悪いイメージはない。ないんだ。ただ屋根がついて報道関係者となった時にそうそう、くっそ暑い、くっそ寒いまあ、とりあえずクソがつくみたいな。いやもう本当にね、一回もう行ってほしいぐらい皆さんには。本当にあの湿気がある時なんか大変だよな。で、あのね、東京の中でちょっとあの西寄りじゃないですか。だからね、余計にね、行きにくいしな。行きにくいというか、まあ、ちょっと交通もねちょっと不便だし。いや俺電車使わないからさ、大体自家用とかそういうので行くから、やっぱ遠いわ。遠いよね。遠い。そうだね。あれだったら、うん、あの博多飛んだ方、博多とか札幌飛んだ方がいいもん。飛行機ね、早いじゃない。いやもうね、うん、交通の便も悪いのよ。高速で降りたらすぐあるよとか、そんなんじゃないから。そんなんじゃないですよ。ほんと一本道かなんかずっと行きません。お前ちょっと待って、うん、西武にはすげえお世話になってる。いや私もですよ。私もなんでお前こすってんの。いや私が、いや私がいやじゃなくて、でもいやいや、お前西武、そうですよ。でもね、あんなに、あ、夏暑い、冬寒い中優勝ですよ。何回も言うな。選手たちすごいじゃないですか。す逆に考えると、いやすごいよ。いや本当にそれも怪我人なしだから。ほら、でもあの温暖化がいいのかもかな。逆に、うん、温暖の差があ、寒暖の差でしょ。温暖の差じゃないでしょお前温暖も一緒だから。お前試したんじゃないか、これ。俺が気がつくからこんなとこにまだコーラをこぼした後をつけながら温暖の差とかね、まあね、まあ、それがまあね、いいのかもしれないし、寒暖の差。じゃ寒暖の差がなく
て快適なとこってやっぱ東京ドーム。あ、東京ドームは使いやすいよな。涼しい。涼しい。いや最初さ東京ドームが できた時に気圧が違うっていうことで、うん、ね、で打って走ってきたら汗のかく量が違うって言われた。え、確かに違うのかなと思って、はい、あの酸素は酸素ボンベが置いてあったからね。お、そんなとこ本当に今誰もしない。あれ何だったんだろうね。やってた、やってたよ選手みんな、みんな入ってきた。こんなボンベが置いてあったマジかみたいな。いやでもそれがその当時は正しいと思うじゃない。ああみんな使ってたから大丈夫かなと思う、ね、いやだって気圧が違うから。あ、そっか、高山病とかなっちゃうから思わなくない。そんなに気圧違うものでこうやって吸ってたの。ああ体力回復したみたいな。今誰も使わないし、ね、あの当時のあの映像があったら爆笑するよ。いや探せば絶対ありそう。ある、ある、爆笑する。みんな帰ってきたって言ってんでしょ。ピッチャーとかやつ。ピッチャーもピッチャーも死ぬんかいって思うぐらい。本当にね、本当そうですよ。でも東京ドームはやっぱ快適だわ。いや、そうですよね。で、一番バッターでさ、うん、塁に出るでしょ、はい、それが帰ってくるでしょ、うん、第一生還者、うん、コカ・コーラの詰め合わせおもらえるんだ。おだから剣でじゃあ豊さん、こんな束になって東京ドームだと。東京ドーム大体帰ってくること一番多いじゃないですか。そうなんだ。やっぱ先行が得だからな。そうですよね。あ、だからそういうので俺東京ドーム好きだ。いやもうなんか喉がいたなと思ったらよし今日は1打席目出るぜみたいな。でももらってきて返さなかったらいやもうケツバッててそうですよ。なんで返さなきゃならみたいな。まあね、まあ、そういう時代でした。そういう時代でしたから。そんな得点もついてきてたんだ東京ドームって。でね、うん、俺名古屋ドーム自体は好きだったんだけど、うん、あ、名古屋ドームじゃない、名古屋球場自体はね、うん、好きだったんだけど、うん、あそこさ着替えるとき、うん、やっぱりビジターで着替えるじゃない、はい、だからそのノック受けたりとか、うん、バッティングやって、まあ、先発だったらその試合練習時間の20分残しで上がって着替えるんだよ、うん、ね、うん、クーラーがないよ夏今時。今時とか、まあ、昔でもなかった昭和でしょ。いやそれでメインのところはあるんだよ、うん、ちょっとちょっとだけ扇風機とかちょっとクーラーがついてて、うんうん、で俺ら若手だったから奥で着替えなきゃいけないと思う、はいはいはい、部屋ちょっと部屋みたいな、うん、もうムンムンしてるんだよ。暑い、脱げないでしょ。こうやって脱いで、うん、脱いで着たらもうこれを着替えなきゃいけないみたいな感じだったんだよ、うん、疲れるなと思って。で宇野が同級生だったから、はい、宇野お前ちょっとクーラーぐらいつけてくれよって、うん、で俺らは自慢だったのは横浜スタジアムでやってたじゃん、うん、で横浜スタジアムって当時一番いい球場だったの、うん、もうロッカーも広くてさ、でクーラーもついて、うん、ね、もう名古屋球場なんかもうクーラーもないし、うん、つけてくれよって頼むなって言ったら、うん、次ついてたんだよ。お中古中古のクーラーだよお前絶対中古のクーラーだな。つけたら白いもうなんかこれでもかっちゅうぐらい南極みたいな風が出てくるんだよいつの時代のだともうねやること昔は中途半端だった。そうですよねそれは今名古屋ドームだったら快適だよ。快適ですよね。それを言うと神宮球場も扇風機しかなかったじゃないですか、うん、俺ね神宮はなぜか許せる。え、なんでなんでかっていうと、うん、やっぱ学生の時ずっと使ってたじゃん。あ、大学生の時にだからこんなもんだっていうのが分かってるから。そっか。でなんか第二のふるさとみたいなさ。あ、うん、それだと別にいいんだ、クーラーついてなくても。そう、まあ、しょうがないじゃん、実家に帰ったみたいにさ。しょうがない、こんなもんかと思うじゃない。なるほどね。横浜スタジアムっていうのが、うん、今我が家でさ、うんうんうん、まあ、神宮っていうのは、うん、なんかこう実家みたいなことだったから、うん、そこはなんかね文句はない。よかったね、精神的にはね。もしかしたら他の選手にとってみたら、うん、うわ使いにくいな、暑いなって思った人、ね、いたかもしれないしね。あ、そう。だから球場でいろいろあるよな。好き、まあ、好きというか、まあ、好みじゃないっていうところですね。で逆にほら成績がこの球場は良くてなぜかこの球場だとなんか良くないんだよなとかっていうのもありました。相性っていう意味で広島良かった。やっぱ俺山口県で育ってる、うんうん、なんかこうなぎってあるんだよね。なぎって聞いたことある、もう空気が止まるみたいな。で山口県も、まあ、隣の県でよく似てるんだよ、はい、なんかこう空気っていうのがなんか似てるんだよ。あの
で隣同士というか、うん、中国地方のこのところのだから神宮はなんかこう第二のふるさと、うん、広島はなんかじいちゃんばあちゃんのところに帰ってきたみたいな、うん、あーなんかこうホームというか、うん、温かく迎えてくれるみたいななんかそんな感じがしたんだよ。で俺がこう野球始めて、はい、初めてあのプロが使う球場を使ったのが広島市民球場だった。あ、じゃあその思い入れもあるんですね。あるんだよ。でもう忘れもしないサードに着いた時に、うん、うわ絨毯が引いてあるのかっていうぐらい整備されてて、うわすごいなと思った記憶があるから、うんうんうん、すごくなんかこうじいちゃんばあちゃんみたいな、なんかその時の温かみみたいな、そういう思い出があって、それがじゃあ成績につながるってこと。いやなんかやりやすかった。へえ。だけど、うん、プロに入って贅沢になるんだろうな、うん、広島市民球場に入ったらボッコボコやんけってやっぱりさ整備がねやっぱりさ昔食べてた高校時代食べてた、まあ、中華屋さんがあるんだけど、うん、めっちゃうまいなって食ってるじゃん、うんうんうん、でプロに入って何年かしてそこ行くじゃん、うんうんうん、これうまいかも。いやだからほら都会の味を知っちゃうからね。舌も超えるし目も超えるって、うん、中国飯店行っちゃったりとかね。そう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 、まあ、その中で言えば、うん、あのキャバクラ行ったら、うん、おそらくナンバーワンになれるかもわかんない。誰の話？私がちょっと待って、えどこ広島閉めた。あ閉めた